この間ドラマ出たからね、俺も出してもらって、はい、極悪願望、願望にね、三浦友和さんのあれですでしょうね、はい、いい役だったじゃないですか、悪いですもんな、うん、あれは、うん、だって手形取られちゃうんだから、あれ俺取られちゃったんだから、手形借金で逃げるなんか水産屋のね、なんかそうそうそう、はい、手形取られちゃう役なんだよね、うん、なんか今回はなんか俺が取ったっていうなんか言われちゃってるからね、どうなのそれ、これからいよいよ取るわけねえじゃないですか、そうそのちょっとはっきり言った方がいいですよ、手形取っちゃった、みんな聞いてるから、まあ、手形のもないじゃんお前、違う、お前お相撲さんの手形一緒に持ってねえよまだ別のあるよ、横峯さくらの手形もあったしね、横峯さくら本当に殺意覚えたわ、俺本当に殺意覚えた、こういうやつがいるから日本は敗戦しちゃった日本が負けたら終わるせいだな、まあ、横峯さくらあるけども、いや、ね、手形とかそういうんじゃなくて、はい、要するに会社を始めたんですよ、会社を、え、会社を始めた、今度は会社を始めて、その人が取締役になったわけですよ、そのある人が、うんうんうん、でその金を出してきたんだよね、うん、金を出してやったんだけど、うん、もういろいろ権利関係も、うん、その機械の VTR もビデオも作って、うん、半年でその機械詐欺だって始まったんですよ、その機械が、うん、機械が詐欺だって、どういうこと、 VTR は詐欺なの、じゃあ VTR は、うん、だからその機械の VTR 取って、うん、全部これからそれを販売していこうと、うん、そこまで作り上げてるのに、うん、その機械が詐欺だと、あ、3年前にその問題が起きたわけですよ、うん、まあ、腹筋の機械なの、え、何の機械なんだ、腹筋じゃないんだ、何よ、すごい痩せるって100万でも本人の感想だって、適正なんだよと食事電源で、だいたい痩せるよバカ野郎って言ったんだけど、そうだよ、あくまで個人のテロップじゃないと、これはね、すごい個人差、今はもうほら、人口が増えてくれば増えてくるほどね、生ゴミって出るわけじゃないですか、その生ゴミを処理する機械なんですよ、すごいね、すごい、それで今まではバイオで生ゴミ、バイオってバイオつってるよ、バイオで生ゴミを処理すると土が出るじゃないですか、ところがその機械はだよ、酵素で分解させちゃう、酵素で、お前は、お前は小学校図鑑みたいなこと言ってんだよ、分かってんだよ、酵素で、酵素で分解させて何にもなくなっちゃうと、消えちゃうんですよ、本当に消えちゃうの、消えちゃうの、そうだろうな、ゴミなんだから、酵素で分解しちゃって、分解したとそこじゃねえ、ところがね、これで煽っちゃうの、そう、見てびっくり、開けて玉手箱、玉手箱開けて玉手箱それは本当にもうなくなっちゃうんだから開けて玉手箱だ、じじいになっちゃうんじゃないの、白になっちゃうの、煙で、いや、今だけ玉手箱って言ってる、いや、そうか、この時代、いや、知らないね、今若い子、それでみんな客いなくなっちゃったんだよ、そう見てびっくり、開けて玉手箱バイオでやったらみんななくなったんだよ、詐欺のいいとこじゃないの、怪しいじゃなくて本当になくなないよ、それでみんなでそれを嘘だろって大体信用しないですよ、誰に言っても、うん、それを入れてですよ、うんうん、機械に入れて2時間経ったらなくなっちゃうの、本当に、うん、お前がシャブルで掘ってんだろ、捨ててるわけじゃないんだけど、それでそれを全部 VTR で全部見せて撮って、うんうん、DVD まで作って、うん、どうしてこういう風に消えるのかっていう、うんうんうん、全部その文句も入れてね、文句、文句言ったらバカ野郎この野郎嘘つくなってこと、 VTR に詐欺とか何がバイオだ、何がバイオだ、バイオじゃねえじゃねえ、バイオじゃねえじゃねえ、それでその機械をそのうちで買って、うん、販売権利も全部取って、うん、日本全国うちしか販売できないと、それでうちの知り合いで、うん、タイの王族に繋がってるやつがいるんですよ、王族に繋がってるやつが、そうそうそう、すごいやつがいますね、そうですよ、手錠さんと捕まって手錠かけられたわけじゃないんだから、うん、それでそういう関係でね、うん、そのゴミ生ゴミ機械をタイに持ってったらいいんじゃないかと、タイに持ってこうよっていう話になって、それでこれあのじゃあ会社作ってやろうよとね、そしたらたまたま僕をこう僕のゴルフコンペ2回ぐらい出た人なんですよ、その人が、いや、違う、酒場だってこんな長い話ないと思う
浅草のいっぱい飲み屋だってこんな長い時間お前客が耐えてるのってことはないよ。ラジオだよお前。ラジオね。お前一分で 何円で金かかってる時にタイの王族に関係がある人どこまで話し合いないタイの名前がバイヤーで言って引っかかったって言えばいいんだよ。いつもでもグズ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 喋ってやんとかやろう。そのうちオレンジ教材売ろうとするんだもんな。黒毛和牛まで持ってくよ以外に。また相手の酔い方を調べやがって。酔い方見ながら。ちょっとなんかあの違うこと考えてくんねんか。それでどうなっちゃったの？結局どうだったの？それでその機械、機械を買って半年経ったら、もうその機械詐欺だって始まっちゃってね。詐欺だって始まっちゃった。始まっちゃった。誰が詐欺だったの？いやいや、金出してその代表だったやつ。全部じゃない、代表。代表が。代表がお前に詐欺だって。お前も詐欺じゃない、代表だって。そうでしょ、だから。だから。お前、その外国だらけの顔をやめろよ、外国だらけ。この頃ね、もう。痩せちゃって。お前、復元写真みたいな顔になってた。痩せちゃったって。これはもう。縄文時代のお前、外国人に肉あったみたいな顔になっちゃった。大丈夫こんな。大丈夫か大丈夫、大丈夫。これでお前の楽屋に入れ間が置いてあったんじゃないか。これね。本当だから俺この間番組でも言ったけど、インプラントしようと思ったらやめた方がいいと、それはあのインプラントっていうのはバイキンが入りやすいから。前インプラントやったんじゃない？いや、あれは差し歯、ただで、歯医者騙して、歯入れたら、お前本当に味しないだろそれって言って、いやしないだろどうせ詐欺なんだからって言ったら、味するよとか言ってポトッと怒っちゃって、漫才やんだから歯が怒っちゃって、漫才やんだから味で歯を探ってんだよ、やだ漫才だよ、でかじったらそれ拾って入れてんだよ、汚ねえ漫才だよな。営業でね、あの狩り場こう入れてたの、狩り場ありましたね、外れちゃって。漫才やってる最中、途中に落っこっちゃったんですよ。もうね、落っこっちゃったら喋れないわね。空気が抜けて、ふふふふ言っちゃってる。ふふふ言って、下見て探してんのよ。足で探ってんだよ。いい加減にしなさいって言うのは、足もいい加減にしなさいになっちゃってる。足もで、カチッったら拾っちゃって、深いのにそのままはみしちゃってんだよ。楽に、食中毒で寝込んでんだよ、しょうがないんだよ。いや、漫才やってるからね、探せないじゃないね、やっぱり。舞台の上だからしょうがないでしょ、だってじゃあその問題は大丈夫だろうね。結局今度の問題は裁判の心配してるから裁判はだな、裁判になった、民事に行ってどうのこうので、あの相手から訴状来たらその金を返せだから、向こうの弁護士が金を返せって書いて起こしただけだからね。もうだから、もうどうなんだべね。ダメだべね。ダメね。せっかく押してきたのに入られて。そうなんだよ。なんでかどうして。いい流れがしてるはずなんだよ。山本村入れりゃ失敗するじゃない。お前入れりゃ失敗するじゃない。違うだろ。違うだろ。だって。なんでかね。ハートだよ、ハート。ハート温かいハート。俺はね。俺、いいよ。俺、西郷さんの頭の上に取ったんだもんな。違う、ゴルフ行ったんだよね。行ったんだよね。ゴルフ2人でやってたら。やってたか、この間。どこに所属してんのって言うから、俺、その会話で。ゴルフね、人のたかりでゴルフばっかりやってたから。うまいんだよ、田舎者のくせに。腕上げちゃって。腕上げちゃってね。俺に、ちょっと腰が周りが悪いよなんて、昔があって。殺したのか、こいつと思ったけどね。いや、この間ゴルフ行ってね、ゴルフ行って、4238だったんですよ。なんでシントすんの？それが何が自慢なんだ、そんなこと。4238ってのは。いやいや、だからその時、なんでオフィス来たのに面倒見てもらおうと思ったんですか？いやいや、だからその。逃げようと思ったんですか？ここへ。ここへ逃げ込もう。じゃあ、うちでやればっていう話になって。あ、そうじゃ、優しい、あれ、ハートが。ほんで、産経新聞のでかく。そうですね。本物新人で。本物新人。ビート教師。いよいよ、タキシー。オフィス来たんだよ。入るって書いてあるんだよ。で、入るって出たあくる日には、清訴えられるだろ。翌日集団募集でした。翌日集団募集。だから、それを寝たんじゃって、もう、これしたんだね。あ、じゃあ、寝たんじゃって。もう、だって3年前の話。ジェスチャーでやってる。ジェスチャーでね。ラジオでジェスチャーやってどうするかじゃないんだ。お好きだろ入ったから、それを寝たんで。寝たんでね。だって3年前からの話なんだよ、これ。それが、その、オフィス来たのに入るって、バンと新聞出た途端に、もう週刊文春だもん。なんだかね。
お前今金持ちのほぐろ持ってるわけじゃん、貧乏くせな。もう全部そうだ。もうこのほぐろね。眉毛と眉毛の間に真ん中に。このほぐろはもう一生金に困んないって。ね、一生金に困んないって。もうなんかやると、誰かがなんかこう来るんだね、しかし。